どうもこんにちは、ザワチャンネルです。さあいよいよ、いや本当にね、もう出雲駅伝開催間近ということでね、私も本当テンション上がっているんですけれども、まあ、今週はね、ずっと出雲駅伝、優勝候補、そしてね区間予想いろいろやってきましたけれども、今日はね僕が注目する、いやマジで、今大会の台風の目になるんじゃないかなというね、大学をね今日はご紹介したいなと思います。その大学とは、初の出雲寺参戦、東海地区代表皇學館大学だ。いや本当にね、今大会は出雲駅伝初出場ではありますけれども、先日のね、世田谷記録会で出場したメンバー中、なんと7人がですね、自己記録を更新。そして、去年ね、全日本大学駅伝、こちらを初出場した時もね、ちょっと話題にもなったんですけれども、その時のメンバーがごっそり今年も残っている。そしてエースの川瀬翔矢選手も、ちょっと今季ね、序盤なかなか調子が上がらずね、苦しんだんですけれども、先ほども言いました、世田谷記録会で14分10秒台とまずまずの走りを見せていると。川瀬翔矢選手といえばね、去年ですよ、ルーキーながら 5000m 13分台、そして 1万m は富士通勢をね抑えて29分1桁で走ってるんですよね。もしもね、レースにペースメーカーがいたら、28分台も夢ではなかったんじゃないかなと。いや気になって調べてみたんですけれども、彼の 5000m の記録っていうのはルーキーだけで見ると去年の西山和也選手に次ぐ2番目のタイムなんですよね。そして、全日本大学駅伝でも、彼本当は中距離の選手なんですけれども、1区を任されて食らいつきましたよ。初出場ながらね、1区区間9位というね、堂々たる走りをした。あの走りがですね、2区を走った田中選手もそうですけれども、この皇學館大学に、全日本大学駅伝勢いをもたらしたんじゃないかなと。初出場校がこの全日本大学駅伝で繰り上げスタートすることなく、たすきをね、最後伊勢神宮までね運ぶっていうのは本当多分今までなかったんじゃないかなと。最終的には総合17位という結果ではありましたけれども、この皇學館大学にとってね、大きな一歩を踏み出したレースとなったんじゃないかなと思っております。でもその勢いそのままにですよ、この出雲駅伝のね、予選会に値する東海学生駅伝で初優勝で、タイムも3時間20分切っちゃってるんで、いや本当に全体のね底上げ、チーム力がね上がってきたんじゃないかなと。川瀬選手だけがね取り上げられますけれども、今回ねメンバー入りした選手の中には、都大路を走ったね平野選手であったり、平山選手であったりと、特に平山選手はね鎮西学院の出身なんで、鎮西学院といえばね、マラソンで今大活躍中のね井上選手の母校ということもあってね、その先輩の勢い借りるじゃないですけれども、しっかりと、頑張っていただきたいなと思います。いや本当に、僕伊勢にも住んだことがあるんで、本当に皇學館大学のこの活躍めちゃくちゃ期待しております。そして伊勢神宮のお膝元にある大学がですよ、この出雲大社のあるこの出雲でね、駅伝をするというのもね、何かしらのこれは縁があるんじゃないかなと。駅伝とはね、全く違う話にはなってしまうんですけれども、古事記、日本書紀、これに書かれた逸話で国譲り神話っていうのがあるんですよね。天上界を治めていた天照大神がこの日本を見てね、この日本を私たちが治めてしまおうと。でその時にこの日本を治めていたのが出雲にいる大国主の御事なんですよね。で結局何やかんやあったんですけれども、最終的には大国主の御事が、この国を治めてくださいと、天照大神にね委ねるわけですよね。でもその代わり、この土地に豪華な屋敷を建ててくださいと大国主の御事は天照大神に頼むんですよ。
で、それで立ったのが、今の出雲大社だというふうなね、話もあるんで、まあ、国を譲るじゃないですけれども、まあ、しっかりとこの出雲の土地がね、工学館大学のこの活躍の場をね、譲ってくれるんじゃないかなと。もう神様の力を借りちゃって、本当工学館大学後押ししてくると思うんですよね。まあ最終的にはもうどんな話か分かりませんけれども、工学館大学、皆さん大注目です。初出雲、彼らのね、走りに期待しましょう。工学館大学、大学駅伝界の成果を目指せ。ゾウチャンネルでした。そしてこの工学館大学を率いるのが名将日比勝利監督と、あの日大時代はね、全日本大学駅伝、箱根駅伝ともうフル出場で、確かキャプテンもねやられたと思うんですけれども、まあ、それで実業団に入って、まあ、引退して、まあ、その後にあの八千代工業のね監督さんになられるんですよね。でこの八千代工業のニューイヤー駅伝を初出場を決めた時のこの監督が日比監督だったと。そしてね、この度は工学館大学、まあ、7年目、今年で8年目かななるんですけれども、いや本当に、まあ、工学館大学の陸上部っていうのはブルータータンもないような、本当に雨が降ってしまうとね練習ができないような、そんな環境なんですよね。まあ、そういった限られた環境の中でしっかりとこう選手たちを育ててきている、このね日比監督のね育成力でもね注目したいと思います。